こんにちは、マセン6494です。今回はパワープロアプリの夏の熱湯甲子園大会2018の甲子園大会の最終日ですね。ちなみに残り10時間ぐらい。10時間39分の時点で、あと補助チケットが何枚だっけ？結構使ったんです。あと24枚。残ってる。プラスパワーストーン127個ある感じですね。で、今9位ですね。で、ですね、今、ここ、2億2000万ポイントぐらい。で、ですね、あと20何枚あって4回できて2000万ぐらい。だから、ギリギリ8位の方とタイぐらいのポイントになるぐらいで補助券が終了するかなっていう感じかな。では、そっからパワーストーンを使うかどうかの話になってくるんですが、どうなんだろうなぁ。なかなか皆さん、やり手で、まあ、もうちょっとでも、ここゲットしちゃうからね。ただ、グループランキング方式が、プレミアムではもらえるのか。まあ、こんな感じであるんですけど、今9位だから、こうか。まあ、できる限り行きたいけど。っていうか、多分、金の補助券めちゃくちゃ使ったので、その分のパワーストーンとかがゲットできたりしてるんですよ。なので、だいぶパワーストーン自体も、個数的には上がる。これぐらいかな。何個になるんだ、パワーストーン。140個なのか。140個あるんだったらガチャで回せばええやんっていう話になってくるんですが。まあちょっとわかんないですけど。どうしよっかな。まあ、補助券は全部使おうと思ってます。使ってやって。で、あとは、そうだ。3ポイントは行く。なんか、ギリギリ範囲内が、難しい。結構ここら辺まではまだ範囲内かなーっていうイメージはあるんですけど、こっからちょっと異次元なんで、無理です。多分、パワーストーン全部使っても追いつかんじゃないかな。追いつくのか。でも追いついたとしてもまたなんか、異次元な感じでやってきそうな感じがするので、まあ、なかなかあれなんですけど、まあ、とりあえず、まあ、ちょくちょくやろうかなと。残り10時間の補助券は全部使って、パワーストーンはその状況に応じてっていう感じでやっていきたいかなと思います。まあ、多分それ以下になることはないと思うので、ここから離れすぎても多分こっからがね、ある意味線引き的に、はい、ということでですね、今回は、これで、とりあえず、パートいくつ的なやつは、ラストから、まあ、最後は結果発表にするんで、途中経過的な動画はこれでラストにしたいかなと思います。はい、ということで、今回はパワープロアプリの夏のネット甲子園大会2018の甲子園大会、パート4かな？でした。では。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。